現実況劇団鳥の爪。どうもー、鳥の爪団総統です。今回もスターウォーズバトルフロント2やっていきたいと思います。発売がされて数日が経ちましたけども、皆さんどうでしょうか。自分は現在ランク10といったところですけども、今回は番外編という形で検証動画をねやっていきたいと思います。今作のゲームシステムは兵士やヒーローをカードを使って強化できるようになっています。で、より強いカードを手に入れればより強い兵士やヒーローになるっていうようなゲームシステムなんですけども、で、このカードっていうのはですね、クレジットと言われるゲーム内通貨を使ってガチャを回すような形で手に入るんですね、このカード。で、でも、今この辺見てますけども、アンロックされてませんよね。中ばっか。アンロックのためにクレジットこれ1万円必要です。ダースベイダー1万5000円必要です。こんな感じでヒーローをアンロックするのにもクレジットが必要になると。なので特に序盤はそのガチャを回すためにクレジットを使うか、それともヒーローのアンロックをするために使うかっていう、そういう選択が迫られるわけですよね。で、このクレジットっていうのは、まあ無料でもね、普通に試合をこなしていったり、チャレンジって言われるものがあるんですけども、そういうものをクリアしていくと簡単に手に入ることができます。なので、無料でも、ガチャを回したり、アンロックをしたりすることはもちろんできるんですけども、大量に引こうと思うとこれがなかなか集まらないと。で、まあ今回、今作はですね、クレートというそのガチャ要素を課金アイテム、クリスタルで回すことができるようになっています。前作はね、DLC が有料だったので、運営はそこで開発資金を賄っていたんですけども、今作の DLC は無料で配布することが決定しています。なのでそこでユーザーはね、お金を払わず、DLC を楽しむことができるので、その代わりになる要素が運営もやはり必要だと。いうことで、その要素がこのクレートガチャっていう要素で今回取り入れられてますね。ちょっといろいろね、このガチャ要素賛否両論あるところはあるんですけども、実際なかなかね、大量に回そうと思うとやはり試合数こなさないといけないので、無課金みたいな人にはかなり特に序盤厳しいなという印象は確かにあります。でもまあその分無料でね DLC 楽しむことができるんで、まあウィンウィンなんじゃないかなって思うんですけども、今回クレートというガチャ1万800円分、1回マックスで買えるんですけども、やってみたいと思います。日頃からね、皆さんスターウォーズバトルフロント1の時からたくさん動画見ていただきありがとうございました。まあ、日頃の感謝を込めてね、ちょっとねそういうところも情報発信していきたいなということで、今回ねこのクリスタルも買っていきたいと思います。これですね、一番右のやつ1万2000クリスタル手に入れるのに、日本円にして1万800円、高っって感じですよね。で、これを全部ガチャ回していきたいと思います。明日から俺のお昼ご飯がねちょっと質素になるなーっていう感じなんですけども、まあでもね、ゲーム内で強くなれるということも考えればまあ悪くはないのかなということで、じゃあ実際にこれ買ってやっていきたいと思います。ちょっと前置き長くなっちゃったんですけども、じゃあ買ってきます。あはははは、買ってしまったよ。明日からもうオリジン弁当のおにぎりが1個減る。これがクレートと言われるそのガチャの要素ですね。トルーパークレートっていうのでは、その兵士のアイテムが手に入りやすいものです。で、その下スターファイタークレートはビークル、宇宙戦闘とかする時のビークルだね。あれのまあアイテムが手に入りやすいいうよ、そういうクレートですね。で、最後がヒーロークレートという感じで、まあヒーローとヴィランのカードが出やすいやつになります。で、それぞれ、購入金額が微妙に違うんですね。で、特にこの需要の高いトルーパークレートに関しては、クレジットだと4000、クリスタルだと200必要になってくるわけですね。なので、単純計算で一番高いこの200で言うならば、60回ってことですよね。60×200 で、1万2000ですもんね。で、カードとして一番レアリティの高いのは多分エピックと言われる紫色の演出が、出るやつですね。どうしようかな、配分考えてなかったんですけども、ヒーロークレートと
トルーパークレートを中心に回していきたいと思います。この辺はね、こう自分がどのモードを楽しむかっていうのでクレートを引くのを考えていくといいんじゃないでしょうか。自分の場合ギャラクティックアサルトとかヒーローバーサスヴィランが特に好きなので、トルーパークレートとヒーロークレートを中心に引いていこうかなって思ってますね。よし、じゃあまず1回目引いていきたいと思います。クリスタルで購入、いくぞ、頼むぞ。紫色とかなんか青色とかそういう光ってるやつが出るといいやつ。あ、1枚来てるよ。緑色でもそんなにそこまで良くなかったと思うんだよな。強化フラッシュグレネードってやつですね。あれアンコモンだったかな、なんかそんぐらいのやつですよね、これね。アンコモンですね。まあ下から2番目みたいなやつですね。まあ一番右がやっぱいいやつなので、なかなかな、1回目は渋い感じですね。あ、で、すでに持ってるものはこういうクレジットになるんだね。なるほどね。まだちょっと発売して間もないっていうところもあって、まだまだわからないところもあるんですけども。さあ、2回目いくぞ、トルーパークレート。いやー、なんかでもまさかスターウォーズバトルフロントに課金みたいな要素が来る日が来ると思わなかったな。さあ、すべて表示、いくぞ。一気にいっちゃうからな。よっ。ポーダメロンの、エンジンアップグレードが一番いいやつかな。まあ、ガンガンいきましょう。3回目、トルーパークレートいきまーす。さあ、なんかいいの出ろ。うーわ、4枚しか出ねえし、しかも。え、これ5枚出るときと4枚出るときもあるってこと？マジか。渋いね、いろいろ。200円というかね、200クリスタル払ってんのに渋いね。さあ、4回目いきましょう。どうだ？うわ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 、全然出ないな。これこんだけ1万円払ってエピック全然出ないなんてことも考えられるので、まあその辺のね、どれぐらいのゲームバランスなのかっていうのをね、ちょっとね皆さんにお伝えしたい。さあ5回目だが、エピックはまだ来ない。アンコモンだな。さあ、アンコモンはオフィサーのやつだね。さあ戻って、トルーパークレートまだ回していきましょう。これが6回目かな。とりあえず10回引いていこうかな。10連みたいな感じでやっていきましょう。お、アンコモン2つ。さっきまでの流れよりかはいいぞ。ランド、おー、なるほどね。さあ7回目いきましょう。いやでもなんかこうガチャっていうのは割とワクワクする要素ではありますよね。あ、青い、いいぞいいぞいいぞ。ちょっといいやつ、ちょっといいやつ。スペシャリスト、強化ショックグレネードが出ましたね。なるほど。あ、でも結構すでに持ってますっていうのも出るな。マジか。さあ、8回目いきましょう。トルーパークレート。そんなに種類がすっごいいっぱいあるってわけじゃないだろうからね。いやー、渋いね。全然出ない。はい。戻ります。さあ、トルーパークレートいくぞ。9回目かな、これが。さあ、どうだ。そろそろなんかいいの来い、頼む。いや4枚って、4枚って。あー、カイロレン、かっこいいんだけどな、かっこいいんだけど、いいのがエピックが出ないと意味ないからな。課金してるんだから、そこをいいの出してもらわないと。頼みますよ。え、結構出ないんだな。これで今10回目でしょ。10回今引きましたね。じゃちょっと気分転換に、ヒーロークレートの方行きましょうかね。ヒーロークレート10回じゃあ引いていきましょう。これでヒーローのやつが出やすい方のクレートですよね。でも金額的には結構安いよな。あー、でも出ないね。あ、ほんとだ。ボバフェット、ボスクとこう2つ出たりするんだね。ちょっと気持ち出やすい感じになってるのかな。さあ、ヒーロークレート2回目いきましょう。いやー、着々とこのクリスタルが減っていく感じ悲しいな。お、青が1つ。さあどうだ、なんかいいの来い。クールディーラー、ランドカルリジアン。あ、さっき出たやつの上位互換みたいなやつかな。ちょっと見てみよう。レアカード、ランドカルリジアンの基本の最大ライフが増える。なるほど、100ライフが増加するんだね。あー、結構こういうの重要だよね。カード1個目のそのノーマルみたいなやつだと50だもんね。倍だもんな。で、そう考えるとやっぱりこのクレートという要素かなり重要ではありますよね。さあ、ヒーロークレートガンガン回していきましょう。いや、ま、これ今何回目俺。わかんねえんだけど、3回目 ?4 回目?あ、青青青青。いいぞいいぞ。まあ、いいや、3回目ってことでいこう。
さっきのが3回目かな。で、今のが4回目わかんねえや。でも、まあ、いいんじゃない ?ATST、クリティカルシステム防御。大型ビークルでは急所へのダメージが軽減される。小型ビークルではこれが機体全体に適用される。なるほど、ビークル強化系だね。なるほどなるほど。でもダメージ軽減 40% ってまあまあでかいな。さあヒーロークレート回していきましょう。これが今もう何回目になる、4回目か5回目ぐらいだと思います。さあそろそろエピックが出てほしいんだがマジでこんなに出ないもんなの。これ無課金きつくねえか。課金もきついけどさマジでどんどん質素な暮らしになっちまうぜこんなん。さあ頼むぜ。さあどうだ。あ、じゃあ本当にちょこっと引いたぐらいでこうエピックが出るような人、うん、いいんだろうな。あとはこのクラフトパーツっていうの今出てますけども、これによってアップデートすることもできるようなので、もう最悪その課金して出なかった人もまあクラフトパーツで無理やり強化してアップデートすることはできると思います。自分の好きなやつをね強化できるんですよね。お、ルークスカイウォーカー。これはキャンセリングラッシュ。ラッシュを使用するごとにルークスカイウォーカーのダメージ耐性が3秒上昇する。なるほど。つまりガンガンこう切っていけるような能力ってことかな。なるほどね。またトルーパークレートの方に戻っていきましょう。トルーパーのがやっぱいいの出んのかな。どうなんだろうな。でも結構ね、トルーパーの辺のカードもかなり、種類豊富にあるので、まあ、どんどん回してっても最悪アップグレードって感じですね。さあ、アサルトのアサルトトレーニングが出ましたね。あとはこう、勝利した時のポーズとかエモートなんかもこのガチャで出ますね。さあ、2回目いきましょう。2セット目というか、そういう感じですけども。さあ、これで、緑は、ブラストコマンド。あ、でもやっぱね、一番右のもそうだけど、すでに持ってます。ちょいちょい出るなぁ。さあ、3回目いきましょう。ドルーパークレート。いやー、高い買い物だな、これ。青青青青青はまだいい方、まだいい方。さあどうだ、何が出るかな。あー、ボディーガード。ボディーガードってあの前作で待ったやつ。あ、マジだ。爆発や毒から受けるダメージが減少する。なるほど、 20% 爆発ダメージが軽減できるんだね。なるほど、結構強いね。さあ、じゃあトルーパークレート、これでもう10回目ぐらいかな。また2セット目10回目ぐらいいったか。さあ見ていきましょう。厳しい。ボバフェット、ヒーロークレートいきましょう。またこれも10回ぐらい引いていこうかな。さあトルーパークレート回していきましょう。頼む、そろそろエピック出てほしいんだが。くー、さあトルーパークレート2回目回していきます。もうこれトルーパークレートの方3セット目だからな。頼むぞ、そろそろ頼むぞ。申し訳ありません、報酬を授与できませんでした。もう一度お試しいただくか、所持アイテムで新アイテムをご確認ください。マジでマジで何それ。さあ、ということで戻ってきました。ちょっといろいろコレクションの方見てきたんですけども、現状ね、カットしてる部分もあるかと思うんですけども、何もエピックとか出てないですね。山場ゼロって感じですけども、さあ、5200、クリスタルあるので、とりあえず4000になるぐらいまでまた回していきたいと思います。
さあちょっとそろそろエピックが出ないと動画的にもあれだぜ。頼むぜマジで。すでに持ってますが結構こうやって出るわけだよな、やっぱりな。厳しいっすね、ここまで出ないと思ってなかったわ。ちょっともっとねドヤーってできるかと思ってたんだけど、ノーマルばっかり。ちょっと待って、酒飲まないとやってられん。酒ちょっと飲んでいくぞ。マジかこれ。ちょっとウイスキーとか強めのやつ飲んでます。くそー、カットしてる感じちょっと入れてきました。マークスマン、あーまあ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 、まあ、アンコモンがいいに感じてきたわ。もうもはやおかしいだろこれ。あーまた出ちゃった。何なんだろうな、ちょいちょいその確認してねみたいな出ますけども、まあいいや無視しよう。さあただ青が出たぞ、マークスマン。あ、しかも俺ヘビーよく使うからこれありがたい。敵をヘッドショットで倒すと武器の熱がリセットされ、次にオーバーヒートするまでの間熱の発生量が低下する。あ、これはいいね。ヘッドショットガンガン狙ってけよっていうやつですね。なるほど。じゃあ次回していきましょう。あと4000まで、これ含め2回か。さあそろ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 出てほしいんだが、厳しいね。ただクラフトパーツはだいぶ溜まってきたね。2300あんだもんな。だとしたらそのやっぱアップグレードはもう自力でねやってくって感じですかね。それが一番いいのかな。さあアンコモンはなんだ、賞金稼ぎ。あーなるほど、賞金稼ぎ。バトルポイントの獲得量が増加する。へえ、あ、これ初心者の人いいね。バトルポイントが獲得量を増加すれば、そうすれば、比較的そのヒーローとかね慣れない人はいいんじゃないでしょうか。今作やはりそのヒーローになるのがね結構大変だったりするので、賞金稼ぎちょっと手に入った人ぜひ使ってみてください。ヒーロークレートじゃあまた回していこうかな。あー、ヒーロークレートちょっとお安いのがいいけどね。でもなんかあんまりいいの出た記憶がないわ。まあ、言うてどれもエピック出てないからね。答えたらないんじゃないかなって気がするんですけども。わー全部ノーマル。いやーこれ出るね、ちょいちょい出るね。ちょっとやだなこれ、めんどくさいね。さあヒーロークレート回してるぞ。いやー辛いなー、ここまで出ないと思ってなかったね。皆さんもそうじゃないでしょうか。ここまで出ないのみたいな、ちょっと衝撃が走ってるんじゃないでしょうかね。飯うま動画じゃん完全に。今日も飯がうまいってねコメントでみんな言っていいよ。俺が人柱になるわ。いや出ないねー、これエピック出る設計になってるよね多分ね。ちゃんとねエピックアップグレードだけ。そんなことないよね。ねえどうなんだろう。おお来たー、おーしゃ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 。さなんだ、いいの来い。ハンソロヘッドゲーム。他の部位に当てずヘッドショットを3連続で行うことでハンソロの全アビリティのリチャージを部分的に完了させる 25%。 なるほど、ヘッドショットをガンガン狙ってけよってやつか。いいね、ヘッドゲーム名前がかっこいい。さあ次回していきましょう。でも青も出るは出るね、ヒーロークレートもねちゃんとね出るは出る。あー言ってたら出る。あれここに来て月が回ってきたか。レイヤーオーガナハイスピリット、レイヤーオーガナのライフの自然回復が強化される。75。あ、なんか地味に良さそう。こういう底上げ系は強そうですよね。さあまたヒーロークレート回していきます。あと2回ぐらい回したらあれかな、ヒーロークレートから、ルーパークレートにまた、変えていこうかな。さあアンコモンが1つ、ルークスカイウォーカー。ニューだね、ニューはまだ OK、 ニューはまだ OK。 さあ行くぞ。これでもクレジットに変えられちゃうのはまあいいんだけど、200って少なくねえか。500ぐらいいってもいいよなこれ、すでに持ってるやつな。渋いね。ニューはでも3つ出たか。さあじゃあまたトルーパークレート行きましょう。10回回したら残り1000になっちゃう感じだな。いやもう残り全部トルーパークレート行こうかな。3000分あるやつ全部トルーパークレート行こう。あでもやっぱヨーダのやつとかも普通に出るもんな。
でもな、何なんだろうな、この違いは。また行くぞ。だんだんメンタルが折れてまいりました。ちょっと酒もさらに飲んでいこう。カイロレン。さあ残り1600、何が出るかな。いやもうこれエピック出ないんじゃねえかな。エピック入ってないんじゃないこれ。ねえ、え、これ本当に出るの？ちょっと疑い始めるレベルなんだけど、エピックとかのその辺のレア度に関してはこれ記載されてませんもんね。記載されてないんですよね。いやー、くそー。行くぞトルーパークレート。だってこれ1回クレジット4000払ってやるやつだぜ。無課金きつくねえか、こんなエピック出なかったら。課金してこれなんだぜ。さあボバフェット、いい、ちょっといいの出ましたね。レア、ボバフェットのスレーブ1の旋回率が向上する。あー、小回り効く感じになるってことかな。 10% 旋回率が上昇するんだ。へえ、そんなんまであるんだね。さあトルーパークレートさらに回していきます。これで今のを含めて残り7回回せる計算かな。おお、ここに来てレアが立て続けに来たぞ。リチャージヴァンガード。あ、これあれだな、ベータ版の時にちょっと見たカードだな。改良版ヴァンガード、敵を倒すことでアビリティのリチャージを完了させる。なるほどね。じゃあさらに回していきます。残り6回、残り6回、もう6回、あっという間だね。3コモン2つ。お、ダース・ベイダーの出たね。ライフボーナス、ライフボーナスっていうから、あ、最大ライフが上がるってやつだね。そういうのいいね。そういうのいい。そういうのいいよ。さあ、残り5回。頼む。そろそろエピック。マジで頼む。頼む、エピック出てくれ。頼む。エピックでん。でん。マジか。はあ、ちょっと泣こうかな。今日は枕濡らしちゃうな、これ。これは今日は枕濡らしちゃうな。あんこも一つでしょ。で、4枚の時もあるの、なんなんって感じだしな。せめて毎回5枚出てほしいわ。さあ、あともう2回。ここでスター性を見せてくれ、俺。頼む。頼む。どうだ、どうだ。あー、でん。くそくそ、マジか、おい、マジか、おい。あと1回だろう、あと1回だろう。だってこのクレジット3万3000あんのは普通にヒーローとかの解放に使いたいもん。残り1回です。まさかの残り1回です。ここまでエピックゼロ。いきます、頼むよ、お願いします。でん。おい、でん。マジでこんなきついもんなの、グレートガチャ。おい、アプリより絞ってんな。な、おい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 、1万円突っ込んでんだぜ。マジかよ。一応レアの出た枚数とかは、字幕の方でカウントしておきたいと思います。いやー、きついね、きついね。ただいっぱいカードは手に入ったよ。ただそのちょいちょいその言ってたアップグレードっていうのはこれですね。ボバフェットのカードレベルが10必要とかって書いてありますけども、あと兵士のランクが15必要とか、まあ、それを満たしてれば120を使ってアップグレードができるという感じなので、まあ、カードさえ揃ってれば
あとはもう地道にアップグレードしていくっていうのが一番いいんですかね。そんな感じですよね、多分ね。皆さんの気になるヒーローなんだろうな。やっぱダース・ベイダーとかちょっとじゃあ見ていく。ベイダーでなんかいいの出たのかな。でもあんだけ回してもベイダーも3枚か。ヒーロークレートも結構そこそこ回しましたけどね。いやー、こんなもんですよ。なるほど。ということで今回はクレートガチャの検証をやってきました。まさかのエピック0枚だったんですけども、皆さんのクレートガチャには、フォースがついていますように。